どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日の動画をご覧いただきありがとうございます。さて今回はいよいよ撮っていきたいと思います。コスパの良いジャパニーズウイスキー10選でございます。いやーこれめちゃくちゃリクエストが多くてですね、ただなかなかこう上げられなかった理由っていうのがちょっとあるんですよね。ジャパニーズウイスキーの高騰と価格変動が激しすぎて、いくらねこの動画で取り上げたとしてもなかなか売ってないよとか限定品で買えないよとか値段高すぎて買えないよってなったらどうしようかなと思っていろいろ迷ったんですけれども、今比較的まコスパが良くて価格変動がそこまで多くなくて限定品じゃないものというものから10選選んでまいりました。一部はねまだちょっと変動してしまっているものもあるんですけれども、今回は私のおすすめなねジャパニーズウイスキー、日本のウイスキー10選を紹介していきたいと思います。ただですね、あらかじめお伝えしておきますと、もうねよくよくお店とかでご覧になる角とかね、あとはブラックニッカーのクリアとか、こういったもうね超メジャーのウイスキーは除外しておりますので、ボトル買いをする上でおすすめという点で紹介をしていきたいと思います。なお今回は3つの価格帯で紹介していきます。まずは1000円から2000円台で紹介していきます。で続いてが2000円から3000の間、最後が3000ちょっと超えるぐらいのウイスキーで紹介をしていきたいと思いますので、ぜひね、参考にしていただけると嬉しいです。あくまでね、今回も私の個人の好みと、独断と偏見と経験と妄想で選んできた10本になりますので、参考にしていただければと思っております。はい、まず1000円から2000円台でおすすめなウイスキー、こちらを紹介していきます。こちらはね合計4つありまして、まずはブラックニッカのディープブレンド、そしてブラックニッカスペシャル、キリンウイスキーのリクと、マルスウイスキーのツインアルプスでございます。こちらを紹介していきます。このねまず1つ目のブラックニッカディープブレンド、これはね間違いなくコスパいいですね。ニッカウイスキーから出されているブラックニッカクリアよりも少しお値段が上がるんですけれども、ディープブレンドという名の通り深みのある味わいと甘みもねしっかりとしていますし、バニラの香りや樽のね感じられるこの木の香りというのが非常にバランスよく楽しむことができます。ちょっとね個人的にはこうコーヒーみたいなほろ苦さという点でもすごく好きな味わいですし、ソーダで割ることによってバニラの甘い香りがふーっと鼻の奥に抜けていきますので、非常に心地よくねこのハイボールとしてお楽しみいただくのにもいいウイスキーだと思います。あとはおすすめなのはこのブラックニッカのディープブレンドごとですね、冷凍庫でキンキンに冷やしていただいて氷なしのハイボールで飲むというのが私個人的にはすごくおすすめな飲み方でございます。バニラの甘い香りとねとろりとしたコクと、それから鼻通りの良い樽の香り、ほのかに感じられるそのピートのスモーキーフレーバーというところも全くね嫌味なく伸びていきますので、とてもおすすめですね。スーパーとかで安いところだと1000円ちょっとぐらいで売ってたりしますので、かなりコスパがいい1本じゃないかなと思っております。で次の2つ目ブラックニッカスペシャルですね。今回はちょっとボトルも用意しましたけども、こちらブラックニッカースペシャルです。このねキングオブブレンダーさんが写っているこのボトル、いやーめっちゃかっこいいですよね。ブラックニッカーのクリアだともうちょっとシンプルなデザインなんですけども、スペシャルだとねちょっとこう黒の陶器っぽいボトルにキングオブブレンダーさんのこの絵柄が描かれてですね、もうクラシックでめっちゃかっこいいんですが、味わいもね本当にこれは洗練されててうまいんですよね。個人的にはハイボールにめっちゃおすすめなウイスキーでございます。どういう特徴があるかっていうと、ブラックニッカクリアとかブラックニッカのディープブレンドよりももうちょっとこう癖のあるスモーキーフレーバーと言われる、いわゆるこう煙で焚き付けたようなねほのかにこう鼻に引っかかるような燻製のような香りというのがもう少ししっかりと感じられるタイプかなとは思います。ただディープブレンドよりはそこまで甘すぎずにこうビターな甘さがずっと伸びていきますし、さらには口に含んだ時ロックとかで飲むとコクや旨味というのをしっかりと感じることができるので、こう味わいがねすごく凝縮感があるんですよね。それをソーダで飲むことによって爽快感とこのスモーキーのバランスとバニラ香、これがねかなりバランスよく感じられるので、かなりコスパのいい一本だと思います。このハイボールちょっと濃いめぐらいに作ってこう燻製のお料理とかと、ね合わせると抜群に美味しいのでおすすめです。甘いウイスキーがそんなにお得意じゃない方とかにはハイボールで味わっていただくにはすごくいい銘柄なんじゃないかなと思っております。めっちゃねコスパいいんでこれはすごくおすすめですね。はい、3つ目がこちら、いよいよ紹介でございます。キリンウイスキーのリクでございます。いやーこれね本当はちょっとリクの動画撮ってたんですけど、なかなか上げるタイミングを見失ってしまいましてですね、ご要望いただいた方には申し訳なかったんですけれども、他にもねこのリクと一緒に飲み比べもしたりしたんですが、リクはねやっぱ個人的にすごくコスパいいんじゃないかなと思います。2020年の5月に発売になったキリンウイスキーの新たなねこうリリースとして出されたんですけども、もともとキリンウイスキーで出してたのがこの富士山麓樽熟原酒50度ってやつを出してて、この富士山麓っていうのは2018年に正式にリリースが出まして、2019年にはね実際終売してしまってね、すごくバランスがよくすっきりとねクリアな味わいが美味しかったんですけれども、そのまあ後継品と言われているのがこのリクというものでございます。ボトルのデザインもねかなり変わってますよね。こう正面にバーコードが来ているというかなり斬新なデザインなんですが、まあ、飲んでみた印象ですと、このリクというのはまず海外から輸入した原酒というのも使ってます。海外から輸入したグレーンウイスキーを使用していて、
多くの方がね結構バーボンっぽいっていうような表現をしてて、まあすごくそれが分かりやすいなと思いましたね。なんかこうキャラメルっぽい感じとか、こう焦がしたね木のような風味であったりとか、バニラの風味というのがしっかりと感じられます。で基本的にウイスキーというのはモルト、グレーンという2つのその原料の違いによってブレンドして、ブレンデッドウイスキーという種類のウイスキーを作るんですが、これね原材料のところがグレーンモルトっていう順番で書いてあるんですよ。なので比率としてはグレーンウイスキーの方が多めに使われているんじゃないかなと予測することができます。このキリンに関してはグレーンウイスキーもかなり力を入れていて、クリアなタイプからミディアムタイプからバーボンタイプと言われるような力強いウイスキーまで幅広くグレーンウイスキーの作り分けをしているというところも、かなりね世界でも珍しい作り方をしております。サントリーの愛知県に知多蒸留所というのもありますが、あれは一つのね大きなグレーンウイスキーの機械の使い方を変えることでグレーンウイスキーの作り分けをしているんですが、これはねもうそもそものグレーンウイスキーの製造設備が3タイプあるということで、まあ、このねフライパンで焼く焼き方を変えるんじゃなくて、フライパンの種類が3種類あるみたいな感じですね。これによってかなりそのグレーンウイスキーの多品種を作ることができますし、このリクに関しては1300円前後で、もともと売っていたこのキリンウイスキーの富士山麓と同じ価格帯かつ 50% という同じアルコール度数の度合いにね合わせているんですけれども、かなりね1300円前後でハイボールで飲んだりロックで飲んだりするにはバランスの良さであったりグレーンウイスキーのマイルドさというのがより感じやすいのかなとは思いました。富士山麓の方がもっとピュアでねクリーンで飲みやすいタイプだったんですけれども、もうちょっとこう味わいの広がり方とか華やかさっていうのはリクの方がしっかりとしているのかなと思います。なのでこれはどちらかというと和食というよりかはハンバーグであったりステーキであったりとか、こう肉のねお料理とハイボールで合わせるなんていうのにはとてもいいと思います。そして続いて紹介したいコスパの良いウイスキー4つ目、それがツインアルプスというウイスキーです。こちらご存知でしょうか。マルスウイスキーというですね、あの日本でもすごく有名な大きな本坊酒造というのが母体の焼酎メーカーさんがあるんですよ。まあ焼酎メーカーなんで鹿児島のメーカーなんですけれども、もともとはその焼酎として本場でねやっているわけですが、山梨のワイナリーを持っていたり、さらには長野県の信州の方で信州のそのマルスの蒸留所があったりということで、かなり多角的に展開している総合酒類メーカーの一角でございます。このマルスのウイスキーというのはとにかくねその中央アルプスによって磨かれたかなり柔らかい水を使ってすっきりとキレのあるウイスキーが多いんです。年数としてはねやや若さは感じますけれども、ハイボールで飲んでいただくとほのかに柔らかく感じられる甘さというのが嫌味がなく楽しめますし、まあ、ストレートやロックというよりは水割りやハイボールでスイスイとこう味わっていただくのにはとてもいいんじゃないかなと思います。あっさりすっきりと楽しむことができるかなと思います。なのでこうウイスキー特有の、ね、穀物感とか樽の香りがバチバチに効いているタイプが苦手という方は、まずはこのツインアルプスをねハイボールにしていただいてすっきりと味わうのがとてもいいんじゃないかなと思います。でこのツインアルプスがお好きだった方におすすめなのは岩井というもう一つのウイスキーがありまして、これはねあの日華ウイスキーの創業者の竹鶴さんがもともと所属していた摂津酒造っていう会社の上司の方、岩井喜一郎さんの名前からできています。この岩井喜一郎さんという方がなんで名前になっているかっていうと、マルスウイスキーのその蒸留所の製造の顧問に入ってるんですよ。でその時に使ったのが竹鶴さんがスコットランドで製造を学んできた竹鶴ノートに描かれていたフォットスチルとすごく近い形のものがこの信州蒸留所に置かれているということで、なんかこう形がねすごくそのノートに書かれているのと近いなんて言われたりしております。なのでおそらくその竹鶴さんの学んできた製造のノウハウとかがこのマルス蒸留所にも生かされているんじゃないかというところも噂されておりますが、そうした歴史のつながりも強い蒸留所ですし、特にこのマルスもねかなりキレがよくすっきりと飲みやすいので試していただくにはいいんじゃないかなと思います。さあここまではコスパの良い1000円から2000円台でお話ししてきましたが、続いては2000円から3000円台の方に行きたいと思います。さあでは2000円から3000円台でおすすめなウイスキーを紹介していきます。まずはサントリーのリザーブ、そして角瓶の異国版43度、そしてスーパーニッカフロムザバレルでございます。まずこの4つはねどれを選んでいただいても正直マジでおすすめなものばかりです。まずはリザーブですね。これ以前夏向けにハイボールで飲みたいウイスキーとして紹介をしたんですが、白州蒸留所のモルトウイスキーが味わいの中華香になっているということで、白州ならではの爽やかさであったりバニラ香をねかなりバランスよく感じることができます。個人的にはハイボールもすごくおすすめなんですが、水割りにしていただくことによって滑らかに伸びていくバニラの風味というのが非常に優しく感じられて、心地よくバランスよくまとまったウイスキーかなとは思いますね。でハイボールで飲んでいただくと、そのちょっと青リンゴ系の風味、白州蒸留所に感じられるような爽やかな風味と、そしてリザーブがね結構バニラ風味がしっかりとしているので、甘さも感じながら爽やかに楽しめるということで、飲み飽きずに楽しめる一本じゃないかなと思います。2000円前後で迷っている方はぜひこのリザーブ試してみてください。で続いてがね角瓶復刻版の43度、これね個人的に最近めちゃくちゃおすすめで、なんかラベルの違い分かるようで分かんないかもしれないんですけど、昔のねデザインになってるんですよ。これ1937年に発売された当初の角瓶の味わいを再現していると言われているので復刻版という名前になってます。
で当時の味わいというのが、スコットランドから製法を学んで間もなくして発売されたウイスキーが全然日本では売れなかったんですよね。煙臭いとか薬臭いとか、いわゆるスコットランドのスモーキーフレーバーというのがかなり前面に出てきてしまっていたウイスキーが多かったので、当時のサントリーの今でいうサントリーホワイト、昔で言うと白札ですね、っていうのが全然売れなかったりとか、そういう時代を経て、売れなかった時代に熟成を経て重ねてできた原酒っていうのがこの角瓶の中に使われてたわけなんですね。ホワイトよりももうちょっとスモーキーさは穏やかになってマイルドな味わいを手に入れれたということがあったので、日本の中でも、あ、なんかサントリーの日本のウイスキー美味しいじゃんということで大ヒットのきっかけになった一本でございます。その当時の味わいを再現しているということで、それだけで試す価値があるんじゃないかなと思いますが、個人的にはハイボールで飲むことによってこのね、スモーキーさが感じられるっていうのが角瓶では驚きの味わいなんですよね。角瓶ってこう癖がなくてね、本当にドライですっきりと飲みやすくて、お食事とかを選ばずに楽しめるんですけれども、このね、角瓶の43度復刻版に関しましては、厚みやコク、そしてスモーキーさがかなりしっかりとしているので飲み応えがありますし、ソーダで割った時のね、舌触りがねかなり心地よく滑らかで、奥に抜けていくね、鼻の奥に抜けていくスモーキーフレーバーがとても良い心地を感じていただけると思います。はい、そして続いておすすめがこちらスーパーニッカです。以前紹介したよりもだいぶ中身が減りましたけれども、これはねやっぱいいですね、めっちゃおすすめです。これもね、あのニッカウイスキーの創業者の竹鶴正隆さんにすごくこうエピソードとして深く根付いているウイスキーなんですが、竹鶴さんの奥さんってもともとスコットランド人の方で、彼がねスコットランドに留学をしている時に出会った奥さんなんですけれども、彼女が、まあ、急逝してしまってですね、お亡くなりになられて、その悲しみを背負いながら新しくウイスキーの道をまた再起して始めた時の翌年に出されたウイスキーなんですよ。なのでそのリタさんのね、妻の愛を込めてウイスキーのその一緒に歩んできた絆というのを思い描きながらですね、できた一本でございます。このね、美しい流線形のボトルもとても綺麗ですし、シンプルなボトル、裏面にね、これ裏のラベルがないっていうのもいいんですよね。だいたいよくこう裏のラベルにいろいろわーってウイスキーの情報が書いてありますけども、スーパーニッカね、それがなくって、すごくこのデザインも洗練されてて美しいと思います。特にこのスーパーニッカに関しては、水割りにしていただくとまろやかで、ハイボールにすると味わい深い、このね、両面を楽しむことができるんですよね。味わいがね、ちょっとこうコーヒーのね、あのビターな甘さっていうのが口の中にふーっと鼻で抜けていくんですけれども、そのスモーキーさとバニラの甘さと滑らかさというのがかなりバランスよくまとまってます。なのでこれはハイボールでは水割りでも全く飲み飽きないバランスの取れた味わいなので、すごくおすすめです。そして最後2000円台のウイスキーですね、それがこちら、もうみんな大好きこちらのフロムザバレルでございます。ただね、前回の動画で紹介したんですけど、これ今定価でなかなか手に入らないんですよね。定価だと2000円ちょっとぐらいで買えるんですけども、今ね Amazon とかのそういった EC サイトで見ると大体倍値ぐらいなんですよ。4000円前後ぐらいで、だから私はよく4000円前後ぐらいのウイスキーで紹介してるんですけども、まあ、定価で買うとね、かなり相当コスパがいいです。まずこれアルコール度数が 51% とかなり飲み応えがありますし、モルトウイスキーとグレーンウイスキーのね、この旨味とコクがかなりしっかりとしております。こう原酒瓶に似たね、この独自のデザイン、かなりねちょっと注ぎにくいんですけれども、このごついボトルは存在感がありますし、このね、飲んだ瞬間のバニラの風味とちょっと鼻に抜けていくピートのね、このスモーキーフレーバー、そして飲んだ後の余韻、これがかなりバランスがいいです。そしてこのフロムザバレル、もちろんストレートロックでも美味しいんですが、本領発揮するのはハイボールです。ハイボールでだいたい1対3から1対 3.5 ぐらいに作っていただいた時のハイボールは驚くほどのうまさです。これはね、もうぜひ一度試してほしいですね。このフロムザバレルのハイボールはマジで美味しすぎるので、何かを合わせるというよりも単体でスイスイいけちゃうぐらい相当美味しいですね。このフロムザバレルっていうのが、樽からっていうようなそのままの意味になりますので、なるべくこう水を加えたりとか手間を加えたり手を加えたりせずに、なるべくその樽から熟成させたウイスキーをそのまま瓶詰めしましたみたいな形のコンセプトで出していますので、その樽からね、ほぼそのまま取り出したかのような力強い味わいとウイスキーならではの熟成感をしっかりと試すことができるので、このフロムザバレルはね、ぜひもし定価でお見かけになった方も秒速で買っていただくのがおすすめでございます。さあ、ここまで8本ですね、紹介をしてきましたけれども、最後は3000円超えるウイスキーで紹介をしていきます。では最後2つですね、3000円を超えるウイスキーでおすすめが2つ。ここの価格帯になると他のスコッチとかシングルモルトとかでも手に入るものの値段帯になってくるのでかなり迷うんですが、日本のウイスキーでは私はこの2つかなと思ってます。それがまずサントリーロイヤル、そしてイチローズモルトのモルト&グレーンのホワイトラベルですね。この2つです。
これは私何度か紹介してますけれども、ローヤルはねやっぱり圧倒的なバランスの良さなんですよね。もうとにかくこの創業者の最高級の味わいであり、一つの到達点でありマスターピースとも言われているものになります。その山崎蒸留所のね、この同じ坑道の先にある信用神社っていう神社の桜吹雪を見るのが大好きだったと言われていて、その神社の形の鳥居のね形をモデルにしたボトルの形っていうのが独特なデザインになってますし、さらにはその桜吹雪をイメージした春のねモチーフの味わいになっているということもあって、味わいが繊細なんですよね。ジャパニーズウイスキーの繊細さ、まろやかさ、コクというのがまさに整っているウイスキーだと思います。味わいの中核を担っているのは山崎蒸留所のパンチョンダルといって、かなりね大柄のずんぐりむっくりした樽の原酒がこの味わいの中核を担っているんですけれども、このローヤルはねやっぱり一度ストレートでそのまま味わってほしいですね。あんまりこう最近だと響きとかね、他にもこうジャパニーズウイスキーで有名なのたくさんあるんですけれども、こういうローヤルとかリザーブとかねすごくいいウイスキーたくさんあるんですよ。なのでぜひねこの機会にローヤル一度試してほしいなと思っております。水割りで飲んでいただくと繊細な甘みがより際立って和食と合わせられますし、そのままストレートで飲むことによって繊細さ複雑さをバランスよく感じられますので、そのままねちびちび味わいながら和菓子と合わせるなんてのもとてもいいと思いますね。モナカとかとね合わせると意外と絶妙に美味しいので、ぜひ試してほしいなと思っております。そして最後、これがイチローズモルトのモルト&グレーンホワイトラベルですね。これ以前紹介もさせていただいた、ハイボールでおすすめのウイスキーであったりとか様々紹介をしてきましたけれども、これはねやっぱり一度試してほしいですね。しかもジャパニーズウイスキーでありながらワールドブレンドのウイスキーなので、海外から持ってきた原酒というのもブレンドされてます。これはイチローズモルトの中では結構ハイボール向けのウイスキーというふうに言われていまして、このね独特の感じられる花通りの良いね木の香ばしい香りとバニラの風味であったり果実味であったりね、かなりね複雑味があるんですよね。ロック、ストレート、ハイボール、それぞれ飲み方を変えることによってかなり味わいの変化を楽しむことができる一本でございます。ボトルのデザインもねかなり秀逸ですよね。もしこのイチローズモルトのモルト&グレーンがお好きだった方は、ね、ぜひ一度試してほしいのが、私大好きなのがこのイチローズモルトのね水ならウッドリザーブっていうね、この、まあ、リーフシリーズとか葉っぱのシリーズって言われたりするんですが、これはねマジでビビるほど美味しいんで一度試してほしいですね。でこれは最終的にその水ならの木の桶の中で最後の仕上げの工程を水ならの桶の中で行うことで水ならの風味がね穏やかに感じられるんですが、なんていうかねちょっと紅茶っぽい香りとかねシナモンのような風味であったりとか本当に複雑味があるんですよね。しかもアルコール度数も結構しっかりとしていますので飲み応えもありますし、ストレートでねこれはぜひじっくり味わってほしい一本かなと思います。なのでイチローズモルトのモルト&グレーン試された方はぜひこの水ならウッドリザーブ試してほしいですね。私これイチローズモルトのウイスキーの中で初めて飲んだのがこの水ならウッドリザーブだったんですけれども、いつ飲んでもなんかうめーってこう浸れるようなウイスキーかなと思いますので、ぜひね見かけた時には試してみてください。さていかがでしたでしょうか。今回もねこのようにジャパニーズウイスキー10選紹介してまいりました。なかなかねちょっとこれだけねテーマ扱うのすごく難しかったんですよね。日本のウイスキーってやっぱりファンも多いですし、かつ値段のね変動も激しい中でどのウイスキーにしようかなってめちゃくちゃ迷いました。ただ手に入りにくいものよりかは比較的こうアマゾンであったりとか酒屋さんでも比較的ね見ることができるものを選んできましたので、最近ウイスキーを飲み始めの方であったりとか日本のウイスキーちょっと最近飲んでみたいな興味あるなって方の参考になれば嬉しいなと思っております。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方やハイボールの楽しみ方、それからこういったレビュー動画なども上げておりますし、最近サブチャンネルの方も立ち上げまして、おかげさまで早速登録者の方も増えてきてありがとうございます。わかりやすくラジオ動画というのを上げていたりとか、あとはやりたい動画ということでがっつりねちょっとコアにウイスキーを紹介していく単品紹介シリーズなんてのもやっていこうと思っております。なので初心者の方で最近ウイスキー飲み始めの方がちょっと勉強したいなっていう時はサブチャンネルもね登録していただくと、ラジオ形式で毎日だいたい10分ぐらいでこのラジオ動画っていうのも更新してですね、ボイシーとこの YouTube のサブチャンネルに動画アップしてますんで、ぜひねながら聞きでウイスキーの魅力っていうのをお伝えできればと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆様良い家飲みライフを。またね。